こんにちは、っか塾の久保です。えー、この動画はですね、石井さんに送るメッセージになります。まあ石井さんはトレード、特に株の動画をね、これから顔出しなしでやろうかなと感じてらっしゃる方なんですけども、えー、まあ石井さんといってもね、っか塾の塾生さんの中にも石井さんってのは20人ぐらいいるんで、誰のことなんだろうと思ってるかもしれませんけども、はい、えーと、同じ名字の方結構いるんですよね。その中の石井さんのお,お一人がですね、 えー、株のことをやろうかなと思ってる。しかも顔出しなしでいいと思いますよ。で、どんなことをやろうかなって非常に、えー、慎重に、えー、これからね、細かく練り込んでいらっしゃると思いますけども、それはちょっとね、あの、後回しにしましょう。まず、今日、何かのね、動画をアップロードするところから始めていただければいいんじゃないかなと思います。じゃあ、どんな動画をね、いきなりアップするんだと。株のテクニックなのか、それとも株のマインドセットなのか、どういうことなんだ、っていうことですけども、 あら、ただそこまで細かく考えないのでもいいんですよ。えー、まずはね、自己紹介ってものが何についても必要だと思いますね。例えばこういうふうに話します。えー、こんにちは。えー、株トレーダーの I ですとかね。えー、S ですとかね。なんかこういうふうな名前で、うん、やべえんじゃないですかね。鬼滅の株キラーとかっていうふうな流行り物をかぶせてもいいと思います。鬼滅の株キラーとかね。うん、そんな感じでスタートして、 まあ、出身はどこですよとか、あ日本ですよと国内から日本株を売買してます。みたいな感じでやったりとかね。そういうのでいいと思います。で、趣味は何なのかとかね。えー、好きな女の子のタイプはとか、印象に残ってる映画はみたいなので、一言添えてもいいと思います。えー、そして、今日から株のことについてお話ししていこうと思うんですけども、お皆さんと一緒に勉強できれば幸いです。みたいな感じで、だいたい1分くらいで1話を取り終わってもいいんじゃないですかね。そして、第2話ですけども、 第2話はね、株をなんで自分はやろうと思ったのか、そのメリット、株を十分扱えるようになったら、どんな暮らしが送りたいのかっていうふうな自分のお未来、それについてお話ししてもいいんじゃないですかね。例えば、世界を飛び回りながら、利益を上げながら、株式市場のことをいろいろと勉強して、えー、そしてできればね、えー、両親にも恩返しがしたい、家族、子供たちにもお株を教えていきたい、みたいなことがあってもいいと思いますよね。 で、第3話になりますと、株のデメリットとか投資の怖さについてお話してみてもいいと思います。まあ、その中でね、株の歴史とていう話もしていいんじゃないですかね。株っていうのは学校で教わることがありませんけども、すべての物事に株や相場やチャートが関わってるんですよと。だから学校で教わらなかったからといって、家庭で教えてくれなかったからといって、勉強しなくていいってわけではないんです。だから私はこれから自分の動画を通じて、 なかなか勉強しにくいなって人に対して初心者向けの解説をしていきますと。 実際に私の子供が今小学生なんですけども、その小学生の子供に語りかけている内容を一部抜粋してここでお伝えしますので、きっと分かりやすいと思います。今まで株なんか別世界の出来事だと思ってきた人には、特に分かりやすくなるんではないかなと思います。逆に言うとベテランさんは私の動画を見ても多分退屈だと思いますんで、そういう方はね、えー、ぜひチャンネルを解除していただいて、他のもっといい動画見ていただければと思います。という感じでね、第3話を終わっていけばいいんじゃないですかね。 ね、ここまで株の戦術とかね、株の専門用語とか、何にも出てこないんですよ。でも、3話まで取れそうでしょこういうのをやれば。で、大体1話を1分とか3分にまとめていくと、まあ台本書くようでしたらね、台本も書きやすいと思いますし、台本なしでね、いきなり喋り出しても、1分で終わると思えば、はい、今日はここまでです。で、いきなり切っても全然いいと思うんですよ。そういった形で、えー、動画をどんどん出していきましょう。で、一番避けなければならないのが、 計画をしていて実行しないことなんですよ。あの、どっちかっていうと実行が先です。ね、不完全な動画を出しても視聴者さんに迷惑かかるんじゃないのって思う気持ちもわかりますけども、安心してください。視聴者さんは、あの、最初からつきません。大体そうですね、動画を100本とか1000本とか出したあたりから、うん、視聴者さんがいることを意識すればいいんじゃないですかね。それまでは自分が見るためだけの記録映像だと思って、 え、熟練するためにね、トレーニングだと思ってどんどん取ればいいんじゃないですかね。まあ、言ってみれば、試合前にジョギングをしてるような感じです。腕立てすとかね。いきなり、試合ってないでしょ。ですんで、そういうふな、うん、予備運動をね、すること。まあ、せいぜい紅白試合をやることとかね。えー、シートノックをするとかね。あんな感じで進めていけばいいんじゃないですかね。だから本格的に始めるのは5月だぞと思ったら、5月までは、うん、本格的に始める前までの、 自分のトレーニングの様子をずっと動画でアップロードするのもいいですよね。うん。昔ね、朝山って番組があったんですよ。モーニング娘。っていうのがありましたけども、なんかね、平家道夫さんっていう人をデビューさせるための、なんかその、こう、訓練する様子をずっと番組で流していて、デビュー前のアイドルさんのね、切磋琢磨する様子、脱落者が出たりとかね、苦悩や涙とかね、厳しさとかってずっとやっていくわけですよね。で、最終的に、 平家道夫さんっていうのをデビューさせたんですけども、そこに予選に漏れた人をかき集めてモーニング娘。ってできたんじゃなかったかなと思います。まあ要するにね、目標にはたどり着かなかったけども、頑張った人にもファンがつくってことなんですよ。で、そう考えていけば、あの、今からね、うん、多少ガタガタでもアウトプットしたもん勝ちですよ。それこそ一人でも視聴者さんがつけば、一つでもチャンネル登録がつけばもう勝ちですよ。準備だけしてアウトプットしなければ、絶対にゼロですからね。 えということでね、マインドバンプも送っていただきましたけども、そちらのも拝見しましたけども、まず一番最初に今日中に動画アップロードできるかどうか、これに全てを捧げてもいいんじゃないでしょうか。えー、今日の動画を見ていただければね、第3話までどういう風に作ればいいかってこともお分かりいただけたと思いますんで、参考にしてみてください。それでは失礼します。